奈良の喧嘩祭り番集の秋祭りとは、兵庫県南西部の張間地方一帯の神社で行われる大小様々な周期礼大祭を総じて、差し示す時の故障。多くの神社で屋台の練り出しが行われる。お旅所への御し渡業を行う信仰再形式の祭礼が多い。宇治湖地域から練り出される屋台は、御しと形態が似通っているものもあるが、 神の子子としての役割はなく、塗魚のお供、神前での放納などを役割とし、風流として祭礼を盛り上げる。屋台が標準名としてよく用いられ、通称には安さ、屋台、太鼓などがある。古くは五千太鼓、内台、屋台、太鼓台、安さ太鼓と書かれており、18世紀頃には屋台の練り出しが行われていたようだが、明確な起源や由来は不明である。 屋台と同じ形態を持つ出汁は太古台と総称されている。晩秋祭りは、張間地域以外にも田島地域や神戸地域などで見られる。また、兵庫県以外でも岡山県の一部地域でも晩秋秋祭りが行われている。回し姿の参加者。晩秋の秋祭り参加者の服装は、各神社、各地区によって異なるが、多くの場合。 各地区で揃えた葉っぱや襦袢を着用し、鉢巻きを巻き、旅を履いている。祭りによってはネリコなどと呼ばれる屋台の担ぎ手が相撲と同様の回しを占める。相撲と無関係の祭りで回しを着用するのは、この地方でも姫路市、高砂市等の一部の祭りに限られ、この地方以外では極めて稀である。 回しにならない祭り、地区では、桃引きや日下ぼっか等になったり、普通の着物になる場合がある。祭りによっては、回しの地区と回しでない地区が混在したり、回しの地区でも回しに統一しない場合がある。祭りによっては、小学生以下の少年が太鼓を叩き、薄化粧をして豪華な衣装を着たり、茅子や一つものと同じように地面に足をつけないように、するところがある。これらを、 アマチュアカメラマンが撮影した写真はカメラ雑誌にしばしば登場するほか、鉄道雑誌に電車と組み合わせて登場したこともある。ブログに登場する場合も多い。屋台以外にじりを出す地域もあり、その中には獅子じりや芸能の舞台になるものがある。獅子舞を奉納する地域も多く、晩州は獅子どころと言われている。そのほとんどは伊勢の大御神楽系統であると言われ、 獅子を生やす、相手役が登場するなどする。中には次獅子やはしご自子を行うところもある。もう獅子と呼ばれる、道滅が、重毛に覆われた獅子もあるが、これらの前の形態も大御神楽系統であると言われている。特色ある神事、民族芸能としては、一つもの、竜王舞などがある。天正年間の記録に一つもの、巫女あたり、神事相撲、死死前、田楽、 竜王舞、やぶさめミコが祭礼に登場していることが記されており、これらは中世の祭礼に期限を求めることができると考えられている。上記以外の神事や行事を行うところもある。屋台は同じ地域でありながら様々なものがあり、屋根の形態から布団屋根型とミコ屋根型に大別される。布団屋台は当番方面、北番方面に多く、 三越屋根型屋台は、中派方面、西派方面に多い。上記4種の分類方法はほぼ一定であるが、その分類名については、必ずしも一定でない。また、祭りによってはこれらの屋台が混在しているところもある。地域によって異なった、屋台練りがあり、秋祭りの見どころとなっている。一般的な差し上げのほかに、土台部分のみでの台場練や台場差し、放り上げる、調査、 複数台での練り合わせ練り違いなどがある。掛け声はみこしを担ぐ際によく掛けられる。ワッショイではなく、ヨーイヤサーが一般的である。この掛け声のルーツについては様々な説がある。調査という掛け声を用いる地域も多い。ありがとうございます。